ヨーブラザー白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したのは主人公のビルドなんですけども、まあ、冒頭で見てもらった、まあ、裏技みたいな感じのもいくつかあって、まあ、使い方がいっぱいあります。なので面白いキャラクターです。でテンプは上げなくても、まあ、十分楽しめるので、まあ、レベルを上げていきたいっていうところなんですけども、まあ、主人公キャラを作る上で注意してほしいのが、今風元素と岩元素の主人公を、まあ、使えると思うんですが、これねレベルに関しては1キャラ上げれば十分なんですけども、テンプに関してはキャラごとで上げなきゃいけなかったりとかするんですよ。キャラっていうか属性ごと元素ごとに。なのでこれで岩で上げたとしても風の方はまたやり直しになってしまったりとかするんで、まあテンプ上げをねしっかりするのはキャラを選んでからだと思うんですけど、岩に関して言えばテンプ上げて非常に優秀だと思うんでいいと思います。で岩創造物の耐久力は HP ゾーンらしいんで、そのテンポを上げなくても十分今の耐久力は維持できます。なので主人公は将来的にレベルだけはしっかり上げといて、テンポは吟味して上げるっていう方法がおすすめだと思います。ではビルドに紹介に入りましょう。これ一応注意事項で説明したかったです。で今回僕使うのが、まあ、主人公レベル60なんですけども、こっちの武器清風剣使ってます。清風剣っていうやつは、まあ、会心が当たった時にエネルギー6増えるんですが、まあ、これがですね例えば、まあ、自分の元素を貯めるのも優秀なんですけども、他の元素吸収の人たち、他のチームメンバーに無元素のオーブが付与されますんで、まあ、パーティーに1人いると非常に周りの元素周りが良くなるっていうようなバランスのいい設定になってます。祭礼でもいいんですけども、祭礼2発打っても岩元素のキャラクターしか喜ばないんで、こっちにしてやった方が非常に優秀だと思います。はい、まあ、それをね勝利とかがいるとパーティーに入れると勝利もね非常に回りやすいですね。でもう一つ、こちらが結構僕メインアタッカーじゃないんで星5の生物がなくてもいいかなっていう考えなんですね。なのでこっちの亡命者で自分のチャージ効率を上げて、なおかつ6ポイント元素爆発をやって6ポイント周りのキャラクターに上げちゃった方が、周りは良くなんじゃないかなってことです。例えば勝利とかって必要エネルギーが40なんで、まあこれだけやってくれるだけでもかなり違うし、そもそも 岩元素同士でチャージのやつもいい、周りもいいしみたいな感じで、僕は主人公亡命セット、あるいは主人公吸気族セットみたいな感じがパーティー全部に影響してくるんで優秀かなと思います。はい、まあ、テンポは上げる必要ないんでこういう形になってます。まあ、こういう、まあ、ビルド構成とかは、まあ、かなり面白いと思います。で今のパーティーって僕勝利とベネと、まあ、主人公の岩深淵なんですけども、この深淵も清風体験にしてエネルギーの周り良くして、この勝利先生の方のね元素爆発をしっかり回るように設定しました。で勝利ってのは自分で元素を貯めるのが非常に、スキルを使って貯めるのが苦手なキャラクターなんで、だいたいこういう清風超層とかを使って自分でエネルギーを貯めようとしだすんですけども、これだと基礎攻撃力がもともと低いっていうのと、
まあ、元素チャージ効率の上がりも悪いし、あと他の例えば僕だったら天空なんですけども、天空とか星5の装備の方が基礎攻撃口が高いんで、メインアタッカーとして使うんだったらこれよりもこっちの方が非常に優秀だなっていうところになります。なので、まあ、これをしか持ってないんだったら清風長槍おすすめです。ただ星5の槍 何かね今実装されてる何か持ってんだったら全部そっちの方がいいですね、こっちじゃなくて。回心率も 8% 上がって、自分 の岩の隕石バツって乗せれるし、あとは主人公の岩フィールドのもう一ついいところなんで、これが話したかったんですけど、これ、あのフィールド4つ今岩の壁が出るフィールドの中だと回心率が 10% 上がるんで、まあ、勝利先生って元素爆発の岩やった時絶対回心したいじゃないですか。なのでそういう意図にも合ってるんですよ。一発ドカンってキャラは回心率が非常に重要なんで、なのでまあ、天空の槍だったり和睦槍っていうんですかね、あれで回心率上げて、さらにはこの主人公の回心率 10% アップってところ、これがかなり相性がいいと思います。 岩属性のダメージをカーテンくぐって行幸の15を上げるのもいいんだけど、こっちの方が確実に威力出せる、確率が増えるっていうような設定ですね。しかも防御性能も高い、周りのゴーレム気にしなくても済むとか、結構面白いと僕は思います。はい、なので一応こういう提案もちょっと今回させていただきました。ちょっと動画の方ね、冒頭の方で見てもらったウェンティとの組み合わせなんですけど、これは星5のウェンティ持ってないとできないんで、あれですけど、まあこういう落下ダメージ HP ポイントの高い人って落下ダメージが大きいんで、デッドエージェントとか6万とかね食らってましたね。まあそういったことも結構できるし、まあ遊び方がいっぱいある岩主人公、ぜひね皆さんにお勧めしたいと思いました。はい、あとまあこういった形の編成とかね、まだまだいっぱいあって、ちょっと動画出し切れてないってところがあるんですけども、なるべくいっぱい動画出せるようにちょっと努力していきますんで、ぜひぜひチャンネル登録と高評価して応援していただけると嬉しいです。では、今日はこの辺で、あと生放送やったりガチャのねガチャ生放送とかやったりしますんで、そっちの方にも遊びに来てね、ぜひぜひコメントで盛り上がってくれると嬉しいです。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。グッバイブラザー。